大阪維新犯罪集団を許さないでください。大阪維新の丸山穂高です。北方領土で女、女、女と騒いで国民の皆さんよくご承知ですね。今、文書交通費で大阪維新が変なことを言っています。税金なのだから使い道を公開すべきと、政党交付金が大阪維新に来て、それをつかみ金で馬場議員が毎月何百万もジャブジャブ使っている。この組織活動費を公開すべきじゃないですか。税金、アジャースというなら別ですが。共産党の C さんの話も聞きましょう。松井一郎という低能人間の不始末ですよ。C さん、どうぞ。私は維新の会の代表と、19年の参議院選挙の時に、先方から文通費についての質問が私に寄せられたんで、私は文通費について維新の会が領収書云々と言ってるけども、自分で自分に領収書を切る、セルフ領収書になってるじゃないかという問題を提起をいたしました。その際にですね、そんなに身を切るのがお好きなら政党助成金を見直したらいかがかというふうに提起したんですが、それから2年経って一向にこの問題には手をつけようとしませんね。絶対